駐輪した時にハンドルが回ってフレームに当たったり、自転車が倒れそうになったことはありませんか？今回はハンドルが回りにくくなるホイールスタビライザーをつけてみたというお話です。構造は簡単で、ダウンチューブの直径に合わせたパイプクランプ、フロントフォークの後ろにバネを引っ掛ける L 型金具、この2つをつなぐ引きバネだけです。ちょっと悩む点は引きバネの強さの選び方だと思いますが、今回使っているもののスペックはこんな感じ。スペックを見ても見当がつかないので適当に購入したものですが、手で引っ張ってみるとかなり固めです。パイプクランプの取り付け位置で引き量を調整していい感じに仕上げれば完成です。使ってみた感想ですが、バネの力でハンドルを強制的にまっすぐにするので、 U ターンやヘアピンカーブの時は抵抗を感じますが、普通に走る分にはあまり気になりません。駐輪した時の効果は絶大で、前輪が浮いてしまう状態でもハンドルが完全に回らないので、気楽に駐輪できる安心感がとてもいい。ただフロントキャリアに 5kg ほどのバッグを乗せた状態だとバランスが崩れると耐えきれずに回ってしまうので、過信は禁物です。見よう見まねで作ってみたホイールスタビライザーですが、狙い通りの結果は出たものの、フロント周りの積載は振り出しに戻った感じなので、今回はここまで。最後までのご視聴ありがとうございました。